神戸がごねてんだよな。神戸追放しまうか。もういいでしょ。あれも大丈夫だな。まだ最低が50だからね。なんとかなる、なんとかなる。で、天霧城から、もう活躍の場ないだろうな。この辺の連中も、もう山口城に入れ、移動力の修行、一応ね、狙いましょう。でだ。秋竹が動いたね。これもう一つ上にあるんだよね、そう。松前を攻めてんのかな？津軽ためのもなんかいいんじゃん。あ、津軽ためのも地毛100なんだ。へぇー。知らんかった。で、吉弘の呼吸。で、柿崎が侵入。でしょ？これ結構ややこしいかもしんないね。あ、でも武将自体が少ないからそうでもないか。そうか、最後、織田がいるんだった。忘れた。これがいた。完璧に忘れたわ。織田の存在。そうか、そうか。まあ、言うてね。言うてあの状態ですから、物の数ではないですよね。元地かどうしようかな。一回帰って、移動のが賢いの、これ、きっと。で、兵糧補給さえしちゃえば、いいと思うんだよね。だから、まずは落としちゃおう。絶対落ちる。さあ、これで勘抜いて、本丸へ。混乱からの焼き。これ、こうやってさ、コンピューター、あえて兵を減らすんだよね。最後に連続に殴れるように。この調整が絶妙なんだよな、このゲーム。あ、終わった。ちょっと、もういいでしょ、誰もいないんだから、やかんでも。あ、終わった。やりました。これで北条おしまい？あ、そうだ、北条おしまいだ。へぇー。じゃあ、あと残るは？南部？秋田？そして柿崎。南部なんだ、ここも。なるほど、なるほど。これって、岩出山って移動力の修行じゃなかったっけ？鬼徹の修行なんだ、ここは。なるほど。へぇー。で、まさきは、こっちに向かおう。上田も、こっち。お、宗茂帰ってきた、お帰り。じゃあ、宗茂は最前線投入しましょう。立場の宗茂。久保田城の方がいいかな。宗茂は、騎馬が B なのか。なるほど、足柄なんだね。そして、追放タイム。4がいますね。見逃さないよ。あとは大丈夫か ?37 はまずいんじゃないか士官19年。何を企んでおる貴様。それでは。ずいぶん北に来たな。ね。もう、だいぶ近づいてきたんじゃない重秀。この兵士ちょっと微妙に少ないな。まあ、家康。三打。ごえちゃん。で、元近が、こっから向かいますよね。岩出山に。なんか武将減ってない気がするんだよな。大丈夫か？そうだ。忘れた。半蔵とか内政してるじゃないか。こっから移動させてダメだね。そうか、そうか。バカなことをしてしまった。で、まあ、前に進みましょう。これ、向こう側に行ってんだよな。ちょっとあんまり、ひとまずこの辺に待機させよう。戻ってきてほしくないんだよね。この辺の軍が。キッカー戻る、死んだ！嘘！このタイミングで？あ、織田家出奔しまくってる。いらっしゃい。まあ、言うてね。飼い殺しにされますけど、こっちに来ても。ちょ、キッカー元春死んだの、ダメだろ、このタイミングは。いなくなっとる。なんてこったよ、ほんとに。
キッカー元春、あれ、家宝持ってなかったっけ、牙とか。ね、持ってたよね、明らかに。ちょっと待ってよ。じゃ、この辺から移動させましょう。キッカー元春は別に名馬持ってなかったの。待て、太平楽をキッカー広江が持ってる。あ、受け継いでるんだ、キッカー広江が。なるほど、なるほど。どこだ、キッカー広江さんよ。どこだ、これ。そうなんだ。受け継がれるんだ。へぇ、それ知らんかったな。お前、ダメだろ、こういうことしちゃ。返せ。さらば。いいんだよ、それで。名馬持ってたね。なるほど。じゃあ、同節じゃなくて、柿崎、騎馬ですか。どうしようかな。なんかいざじゃあ誰かにあげようってなると、うーんってなるな、これ。まあ、この辺の最前線の誰か、てか、でも、騎馬が上がるからな、一つ。それがでかいんだよな。まあ、いや、ちょっととりあえず、考えよ、それは。別に、焦って考える状況でもないしね、もうね。これでしょ？酒飲みじゃん。酒飲みなんか弱いな、65じゃん。こう囲む？いやー、ちょっと焦ったね、これね。刑事進めるべきじゃなかった。まあ、次。乱丸出奔。乱丸が来る。忍術の修行。勘弁言っとくか。文句言ってるし。で、反撃の心配ほぼほぼなくなったな。じゃあ行きますか。これでしょ？こう。で、これで叩いて、この城落としちゃうとこの軍も消えますからね、ポッて。あ、織田から出奔してきた。すぐに来るな、織田を出奔して。お、来た。だけどどうしようもないでしょ、酒飲め。問題なし。なんか南部が今グッて押し出してきたけど、もうどうしようもないでしょ、こんなん。ねえ。これ一体、九戸に何ができるのかって話ですよ。元地下進む。結構兵いるんだよな。ちょっと一つ一つ片付けていこう。これ、意外とややこしいぞ。で、五右衛門が、こう。こうかな。で、入ってるよね。うん。あ、入ってるけど、兵が足りんが、これ補給できないか？できない。兵あんまいない。お前邪魔だな、真壁。すまんが。これで、あ、よしよしよし。補給できた。じゃあ出しましょう。ライレンと半蔵。で、ライレンも。で、補給部隊さらに北に向かわせましょう。と、勝家入ってますけど、とりあえず弘前城落としてから勝家を移動させよう。まあ大丈夫だね。さあ本丸へなだれ込みます。焼きすぎでは。あ、終わった。やりました、秋竹滅亡で入る。そうで消えるんだよね、軍がね。で勝家が弘前に移動して、で、弘前から、松前城を狙うことにしましょうか。でさ、
この辺の連中、まあ、一応最後の最後まで粘るけど、織田、落とすのは、山口城に詰めてる連中でいいんじゃないかな。というところで続けていきます。ほほ、やるね。ということは何？織田、金を手にしたってことか。もう収入なんかなさそうだけどね。意外と意外、あっさりとここまで来れたぞ。囲むことはできないな。一人足りないね。じゃあ、重秀をここ、三代をここにして、まあ、こっから出てきても対処できるようにしよう。で、家、違うな。家康こっちにしよう。もっと近でしょ？で、五右衛門で、続く。そしてこっち。こっちはね、もう、弘前城に向けて出してしまいます。弘前城、いかにもめんどくさいところにあるよな。お、来たよ。南部信長、大名直々来たね。騎馬強いな。いや、でも大丈夫。よし。来るかな？来ない。よし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 。これで攻め落とせる。今なんか兵糧切れたとか言ってたな、誰か。まあ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 。大丈夫でしょう。では、香水事情取りましょう。おっと寝返ったぞ。はえー、すっと寝返ってるね。結構武将多い城だけど、まあまあでも楽勝でしょう。敵の経過長い。よし、本丸。混乱からの焼き。終わったかな？よし、終わった。誰も来ないな。南部まだ健在だからね。北条氏政は来た。で、このまま、北にどんどん向かっていきましょう。こうなっちゃったら、もう清洲攻撃の準備始めちゃおうか。清洲じゃないや、大河内城の。だから、山口館から、主力を、まあ、観音寺に移しましょう。重真。と、雪村。左近。結構町の人間多いんだね、こうやって見るとね。6人。じゃ、この6人で織田に引導を渡すことにしましょう。さあ、あと城3つ。南部と織田のみですね。さあ、なんでかしらなんですけど、織田の金銭が5万人まで回復しました。なんでだ？そんなコマンドある？ないよね、略奪なんてコマンドね。どっから来たその金は。わからん。わからなすぎる。なんだその5万の出所は。本当にわからんのだが。まあ、いっか。とはいえね、もう織田は完全死に体ですからね。で、南部三戸城を狙いますよ。で、香水寺城からも、ここも移動力の使用できるんですよね。だ、ここからのスタートも結構有利だよね、伊達とかね。で、三太夫。なんとかなったね。よしよし。これで、まあ、決まりですね、こっちは。で、すごく移動がめんどくさい。松前城。もう落としに行きます。開通城で謀反うっとうしい。くそ。謀反は本当にうっとうしいな。伊藤でここで来るか。なんというタイミング。九戸が来た。あー、これはやられちゃうな、さすがに五右衛門。そしたら五右衛門開通城に向かわせよう。このまんま。だーって出てきた、今。南部も力秘めてんね。
五右衛門は深市城に向かいます。で開通城を目指します。じゃぶつかりますか。もうどっちか。楽勝ですね。で、三太夫でしょ。この辺の兵多いのを前面に出しながらやっていこう。家康はここ。半蔵、雷電。で、重秀が、ここまで来ると側面取られそうだからな、ここのね。ここにしよう。多少なりとも慎重にね。これ、補給部隊全然追いついてないな。やっぱ移動力の差大きいわ。あ、勝家、そうか。勝家、忘れとったわ。すまぬ。どうしよっかな。今からこっち行ってもしょうがないよな。三の辺に向かおう。ちょうどいいかもしれないね、これね。よし。よらば切る。鬼奴のもと。大したことはない。稲城森国。いいですね。捕まえた。お、ためのぶ来た。ためのぶそこそこだね。この頃はまだ、能力。おー、支援。しかし一括。式ゼロで勝った。これは大丈夫だね。松前義弘、楽勝でしょ。楽勝、文字通り楽勝だった。で囲めるかな。囲むまでには至らんかな。どうだろう。刑事でしょ。囲めた。よしよし、いいね。で、そして三戸、雷電、半蔵がここに来れる。いいね。捕まえた。来ない。重秀が後ろを取れるけど、家康にしよう。いいっすね。お、出世したぞ。元地下。重秀。元地下がここ。三太夫、雷電。やっぱ移動しにくいな。限られるね、すごくね、移動力が。でだ、三太夫を、忍者なんでね、鈴木三太夫は、深市城に向かわせます。開通城攻めに参加させる。さあ、勘弁忍者になりました。勘弁忍者になったけど、なんか文句言ってんだよな、さっきから。処遇に。それが気になるとこなんだよね。さあ、たかだか二部隊の三度言う相手に苦戦を強いる南部家。押して測るべし。で、勘弁帰ってきたけど、あ、入った。よし。じゃあ、とどめの連中出しますか。こんな、出す必要絶対ないけどね。サコン。サコンは騎馬隊がよく似合うけど、騎馬 B なんだよな。常温。で、戦つ。ひどいな、これ。ね。しげざね。ぎゅうぎゅうなんだが、そこ。いえ、ひさ。進めてない。ここ、ぎゅうぎゅうになっちゃった。そして、来た。まだちょっと、攻めきれないね。三太夫で叩いちゃおう。これ、いけるな。いけた。こうなると、あ、でもそうか。こっちが当てないから大丈夫か。家康、半蔵はここまで来れる。
ライデン。ライデンは来れないのか。じゃあ、半蔵で、横槍。南部の無駄を。ちょっと厄介だな、これ。あ、大丈夫かな？大丈夫だね。よしよしよし。お見事。で、家康、元近、元近ここまで来れんのか。側面攻撃されちゃうけど、まあ、覚悟の上で行きましょう。なんで変な方向向いてんだ、こいつは。いけるね。逃げたぞ。しかし、問題なし。で、勝家行こう。家康、ライデン。あ、しまった。重秀ここ来れたのか。まあいいや。